試合をしたい。素晴らしい。いつでもいいぞ。これはどんな大会なんだ。根性と腕っぷしと気合を見せつけたい若手から体を錆びつかせたくないベテランまで。ノビグラドやベレンでも似たようなのがあるが、酒場の乱闘に毛が生えた程度さ。ここのはちょっとしたお祭りだ。いつでもやれる。今からでもな。先にこのよそ者と話をさせてくれ。彼女のエリカが来てる。見えるだろ。今日だけは勝ちたい。彼女が見てるんだ。実力ではあんたに勝てない。それは分かってる。それで相談なんだが、勝たせてくれないか。もし八百長なんかしたらお互い後悔することになるぞ。エリカにいいとこ見せたいんだ。話が分からんやつめ。おしゃべりは終わりだ。はじめ。許さんぞ。いや、ほけるな。間違いを犯したな。エムダールの斧にかけて。ステイジ陣を舐めるなよ、この化け物め。よそ者の勝ち。エリカ待って。ほっとけよ。スケリッジ最強の王者に挑戦するにはまだ二人に勝たないといけない。フェローにいるエイナーとアードスケリッグのヘルムシュタイン村にいるグリムだ。頑張ってこいよ。いろいろ思いつくもんだ。バーベナ、ラベージ、カモミール。では、食べ過ぎるな。カモミールは何の薬だ。なんでだよ。もし腹を切られる。石像見たか。この部屋変わってるぞ。いや、俺を知ってるか。話には聞いてる。ホーランとはガキの頃からの友達だ。あいつの命の恩人だろう。ここで戦えると聞いたのだが。ああ、その噂の喧嘩大会だ。運試しにやってみな。相手は誰だ。おいおい、興味津々だな。名前はグリムっていう。そいつが何者かというと、冬の間は酒場で喧嘩ばかりしてる木こりだ。今季の大会では王者を目指したが負けちまった。いつでもいいぞ。手加減は無用。誇り高く戦え。クソ野郎め。遅いぞ。勝者は異国人のゲラルト。
キシュ。まだ喧嘩を続けたいってんならエイナーとの戦いが残ってるぞ。おい、高地に隠れてる盗賊に気をつけろ。俺たちは友人には思いやりを、敵には斧を。まだ挑戦者を募集してるかい？ようこそ、ウィッチャー。エイナーは対戦相手を待ってるぞ。挑戦するか？かなり強そうなやつだな。マッドマン・ルゴスが目かけに産ませた子だからな。おしゃべりはもういいだろ。エイナーを待たせちゃ悪いな。正々堂々と戦えよ。勝ったら王者と戦う権利が手に入るぞ。はじめ！作ったマントは最高の装飾品だぞ。やれ！見事な戦いだったな。おめでとう。次の戦い2度目、再び王者と戦う度胸があるなら、アンスケリッグでオラフが待っている。誰なんだ？ゆうべは一体どういうことなんだ？炎は投げられる？私のお兄ちゃん、その件は確かに。オラフと勝負しに来たんだな。彼は強い相手を待ち望んでいる。ふん、こういう戦いは街角か、よくても酒場でやるものだが、ここは本格的だな。ビルナ・ブラン様のお心遣いにより建てられた。宝石を寄付されてな。さて、オラフはどこだ？もうすぐ来る。戦う相手がいるならな。オラフと対決したい。剣闘試合はスケリッジの伝統だ。ここアンスケリッグではさらに神聖視されている。どんな伝統なんだ？アンスケリッグに住んでいたドゥーン・ユルサスという漁師が素手で怪物と戦った。大会は彼への敬意を込めて開催されている。この命を懸ける覚悟で戦おう。名前は何と？リビアのゲラルト。リビアのゲラルト、闘技場に入れ。この一戦に勝利すれば、お前には世界王者に挑む名誉が与えられる。遠くまで来たわね。戦いこそ我らの神聖な伝統。この闘技場に染み込んだ血は我が一族の強さの証。今日ここで勝利した者が王者となる。だが勇敢にも戦いを選んだ者は皆すでに英雄だ。くそ。Yeah!
ラフに勝ったな。いい勝負だったぞ。他に相手はいないのか。スケリッジで戦える相手は全員倒したようだな。これでお前がスケリッジの王者だ。誇りに思えよ。私の目に狂いはなかった。驚異的な才能だ。素人同士の泥臭い戦いにはそろそろ見切りをつけて、プロとして戦う気はないか。意味がよくわからんな。世界王者を倒せるほどの実力の持ち主を探してるんだ。今はあるスケリッチ人が持っている称号だ。君なら倒せる。自分の胸に聞いてみるんだ。海を越えてスケリッチに渡り、世界王者に挑戦状を叩きつける勇気はあるか。もちろん戦おう。素晴らしい。スピカローグ島の闘技場、現世界王者がそこで戦いを待っている。先に行って挑戦者が来ることを彼らに知らせよう。おう。戦いに来たのか。来い、説明してやろう。その剣は確かにすごいが、斧の方が信頼できるな。どうも。おっと、あんたウィッチャーか。怖い顔するなよ。むしろ敵人なんだ。普通のやつじゃ世界王者の相手にはならない。対決しに来たんだろう。何か知っておくべきことはあるか。クマが相手だった時は面食らってしまってな。彼についていけ。案内してくれる。見よ、あれこそが世界王者だ。岩トロールだな。いや、大岩トロールだ。本当に剣闘試合か。ああ、そうだ。言い忘れたが、挑戦者の宗教に沿って立派な組織をやってやるからな。今の王者はトロールなのか。誰も不満に思ってないのか。不満なんてあるわけない。彼は誉れ高いトロールだ。前王者と公正に試合をした。前王者は石頭のザマって名だったが、別にトロールに頭から地面に叩き落とされたからついたわけじゃないぞ。トロールの名前は？あるのは確かだが、誰かに任されるまで教えないそうだ。はぐれ者だろうな。試合で死んでしまったら言うことはできないぞ。ああ、その通り。でも負けることなんて考えてないはずだ。というか、トロールだから何も考えてない。理屈をこねるのは得意じゃなさそうだ。ああ、世界王者と戦いたい。名前は？リビアのゲラルト。準備はできてる。
リビアのゲラルト、時間だ。世界王者と正々堂々と戦い、打ち負かしたリビアのゲラルトにその称号を与える。今夜この知らせを世界の隅々に向けて送り出そう。称号と賞品はお前のものだ。